皆さんこんにちは。今回はパックマン対策を紹介していきたいと思います。で、もう進んでしまったんですけれども、こちらはパックマンの歩を取らないようにしてます。で、その後に角道を開けてきたら、こちら右試験飛車にして、角道を開けてこずにこんな感じで4筋から受けあの攻めてきたら、まあ、その4筋を一旦受けておいて、後で4筋から逆襲していくっていうのをやってます。 まあ逆襲の仕方はこの後出てくるのでって感じなんですけども、こんな感じですね。飛車を回って4筋から逆襲する手を見せていきます。相手の方は角を交換してきて金を上がってきたんですけども、まあこちらとしてはちょっと左身のぐらいまでは囲いたいので、ここで玉を囲っていきます。相手の方としてもまだこう7一玉の形でちょっと不安定というか、ちょっと薄いので、まあこの後8二玉と囲ってくるんですけども、こっちは銀を上がって左身のを完成させます。 でこの歩もついておくと結構安心ですねで。これで守りとしてはもうほぼ完成なのでここからは攻めていきます。まあ、一旦歩を打ってで銀を出てこのあとこの歩を伸ばしていってこう4筋から攻めていきます。相手の方は歩をついてきたんですけどもこちらはちょっと一回歩をついて陣形を整えておいてっていう感じですね。で一、まあ、回端歩をついて様子を見て。 1七桂と端に桂馬を跳ねる手もできたのでっていう感じなんですけども相手の方が銀を出てきたのでここで歩を突いて攻めていきました、まあ、同飛車なら同飛車から飛車交換して先に飛車が打てるのでこちらがいいですし同金なら3一角とかこう飛車取りに打って攻めていく手があるのでいいかなと思ってましたで桂馬を跳ねてきた手には角を打ち込んじゃってこれ同銀って取られるんですけども同歩なりとと金ができるのでこっちがいいかなと思ってましたまあその展開は結構 こっちがどんどん攻めていけるので指、まあ、しても分かりやすいですし相手の方としては苦しいと見て飛車で取ってから桂馬を跳ねてきたんですけども、まあ、桂馬を跳ねたことでこの3三の地点まあもともと桂馬がいた地点に空間ができたのでそこに飛車を打って攻めていきました。で相手の方としてはまあ銀はもう逃げられないと見て角を打ってきたんですけどもこちらは銀を取って飛車を取ってきたと人気に同金としておけば、まあ、この局面こちらが銀毒しているので。 はっきりこっちがいいかなと思ってました。まあこの後は龍を入って竜、まあ、と突金を使いながら相手の身の囲いを寄せに行く感じですね。相手の方としてはゆっくりしてるとその攻めが間に合って負けてしまうので、まあ、何か攻めていかないといけないんですけどもこの桂馬手筋ですね。次大手で桂馬を跳ねられると嫌なので銀を引いて受けてきた受けてきたというか受けたんですけどもまあここでそうなんですよね端に跳ねる手があって。 まあ同香と取らせてから歩を突くことで端攻めが厳しいっていう感じですね。ただこの瞬間ちょっとぬるいので突金で攻めていきます。これ歩をなられても玉を引いておけば大丈夫ですね。相手の方は突金を捨てて同玉に角を打ってきたんですけどもこれまっすぐにいけておけばこっちが詰まないですしで相手の玉は7 1角の大手から詰めろになってるんですけども受けも難しいのでこちらの勝ちとなりました。